私はユミ、商社で働いている OL だ。いやー、ほんと参っちゃうよな。大輔さん、どうかしたんですか？いやいや、大したことじゃないんだけどさ、やっぱ子育てって大変だなと思うわけだよ。はあ、同じ部署の先輩である大輔さんは、休憩のたびに最近生まれたばかりのお子さんの話、というか育児の愚痴を言いに来る。イクメンアピールなんだろうが、聞けば聞くほどエセ感が強く、聞いていられない。子供の夜泣きってすごいんだよな。やっぱり親を起こすのに必死だから、俺なんか泣き出す前に来るぞってわかるようになったよ。そうなんですね。あ、アキさんはお元気ですか？え？ああ、元気だよ。大輔さんの奥さんであるアキさんもこの会社の人。私の新人研修の担当をしてくれた人で、仕事ができて人も良くて本当に尊敬している先輩だ。アキさんが大輔さんと結婚すると聞いた時はみんな驚いた。アキさんと違って大輔さんはお世辞にも仕事ができるとは言えない。アキさんが産休に入る時もみんなアキさんじゃなくて大輔さんが育休取ればいいのに、と漏らしていた。大輔さんは育休取らないんですか？そうですよ。最近は男性の育休取得推進してるから、取っちゃった方がいいんじゃないですか？いやー、俺がいないとみんなの仕事が回らないだろ。家に帰ったらちゃんと家事も育児もこなしているから大丈夫。心配してくれてありがとな。勘違いもあそこまで行くとわざとかなって思っちゃうよね。だね。別に大輔さんがいなくても仕事は回るんだけどね。なんなら育休取って、アキさんを復職させてほしいくらいだよ。ほんとそれ。ところでユミ、聞いた？何を？大輔さん、最近は私たちだけじゃなくて、他の部署の後輩にもイクメンアピールしてるらしいよ。え？なんでわざわざ？私たちの反応が鈍くなったからじゃない？みんなに大変ですね、すごいっすねって言ってほしいのよ。言ってほしいってバレてるところが残念なんだけどね。みんなうんざりしてるわよ。アキさん、早く戻ってきてくれないかな。そういえば今度の週末、久々にアキさんとランチ行く約束してるんだよね。ちょっと聞いてみようかな。帰ってきてくださいって伝えて。オッケー。そして週末、アキさんが戻ってくるのみんな待ってますから。本当にありがとう。私もできるだけ早く復帰したいとは思ってるんだよね。子供を保育所に預けられるようになったら時短でも戻りたいって会社には伝えてるから。そうなんですね。でもそうは言っても子育てってほんと大変だよ。はぁ、そういえば今日はお子さんは大輔さんが見てるんですか？え？まさか。あの人は一人で子供を見るなんて無理だから実家に預けてきたよ。え？無理ってどういうことですか？子供のこと見ててって言っても本当にじーっと見てるだけなんだよ。おむつ替えもお風呂も全然やらないし、やっても中途半端で結局私がやり直すことになるし。そうなんですか？大輔が使い物にならないから私も大変なのよ。でも大輔さん、会社では子育てって大変でさーって毎日言ってますよ。そうなんだ。アキさんがこんなに大変そうなのに、何もやってない大輔さんが会社でイクメンアピールするなんてひどくないですか？別にいいのよ。あいつ家だと何にもできなくて肩身狭いから、会社でチヤホヤされたいんじゃない？本当にうざかったら無視していいから。まあ、アキさんがそう言うなら。うん。アキさんはそう言っていたが、疲れているアキさんを見ていて辛い気持ちになった。それからも大輔さんのイクメンアピールは続いた。ふぅ、育児ってほんと大変だよな。こんなこと言ってるけど本当は何もしてないんだもんな。お世辞言うのも嫌だな。ふぅ、俺が仕事から帰っていろいろやってるのに、アキのやつねぎらいの言葉一つもないんだよな。それどころか俺より先に寝てやがってさ。ずっと家にいるんだから家事と育児くらいちゃんとしてほしいよ。俺ばっかりなんだよな。私の反応が良くないことを察したのか、大輔さんはイクメンアピールに加えてアキさんの悪口まで言うようになったのだ。イクメンネタの反応が悪いからって妻のことを下げるってどういう神経してるの？大輔さんの発言に私だけでなく後輩女性たちがみんなイラついていた。これ以上アキさんのことを悪く言い出す前に対処しないと。この前出かけた時も俺がプランを全部考えたんだよ。休日の家族サービスって大事だよな。写真もあるけど見る？それ見たいです。これこれ。これですか。小さい子供を連れて出かけるって大変なんだよな。アキは自分のことばっか考えてるから俺が全部準備してさ。それってちょっとおかしくないですか？おかしい？何がだよ。だってこの写真、赤ちゃんを抱っこしているアキさんの方が明らかに大荷物ですよね。しかも大輔さん、こんなネックレスして赤ちゃん抱っこしたら引っ張ったりして危ないですよね。前から思ってましたけど、本当に赤ちゃん抱っこしてますか？え？いや、これはその、あれだな。たまたま撮った写真で、ちょっとカッコつけたかったから、アキに協力してもらっただけっていうか。
それから前から気になってたんですけど、大輔さんって毎日家事やってるっていう割には会社の給湯室使った後散らかしっぱなしですよね。週1回の大掃除の時も喫煙所にこもって出てこないですし、社内の他の子育て中の方々はつい普段の癖で片付けちゃったりしてますけど、大輔さんのそんな素振りは一切見たことがありません。いや、それはその人によるだろ。俺は家でやってる反動で会社では何もしたくないタイプの人間なんだよ。あと大輔さんはどの飲み会にも絶対に参加してますよね。私たち後輩だけでやってる飲み会もどこで聞きつけたのか勝手に参加したりして。勝手にって、俺はみんなとコミュニケーションを取ろうとしてるだけだ。それに秋は飲み会には理解があるから問題ない。理解がある？言っても聞かないから呆れてるだけだと思いますけど。それはもうはっきり言わせてもらいますけど、大輔さんの嘘は後輩社員みんなにバレてますから、嘘のイクメンアピールほど痛々しいものないですよ。あ、俺この後会議だった。いや、準備しないとな。ちょっと大輔さん。いや、忙しいな。逃げたな。ゆい、よく言ってくれたね。すっきりした。マジで助かった。これでもうエセイクメン話聞かなくて済むな。そうなるといいけど。それから大輔さんは私たちにはイクメンアピールをしなくなった。私たちはストレスから解放された、そう思っていたのだが、数日後役員クラスの人も参加する飲み会に大輔さんも参加していた。いやー、仕事から帰っても家事と育児で大変ですよ。子育てって大変ですよね。女性役員を相手にイクメンアピールを炸裂させていた。もう私たち後輩は怒りを通り越して呆れていた。気に入られたいからって嘘ついてアピールするなんて、卑怯っていうか、なんていうか。そう思っていると、ねえ、はい、なんでしょう。あなた、さっきから聞いてると自分の子供を育ててるだけでイクメンって何？それはただの父親でしょ。え、父親なら当たり前にすることを偉そうに言わなくていいから。子供の話なら微笑ましく聞けるけど、子育てしてる俺の話なんて誰も興味ないの。それに小さいお子さんがいるならこんなところにいないで早く帰った方がいいんじゃない？別にそんなことでアピールせずに仕事でアピールしてくれればいいから。あ、はい。はっきり言うけど、仕事ぶりを見ていたら家でどんな振る舞いなのかわかるから。私が奥さんならあんたみたいな旦那捨ててるわ。よく言ってくれました。完膚なきまでに叩きのめされた大輔さんはその後すぐに帰宅した。そしてその日以降、会社ではイクメンアピールを一切しなくなった。その後しばらくして秋さんが復職した。どうやら大輔さんが家事や育児に協力的になり、秋さんも少し時間に余裕ができるようになったらしい。大輔さん変わりましたね。そうだね。前に役員の方に飲み会で叩かれたらしくて。ああ、私もいました。その飲み会、正論でぶん殴られてましたね。実はその人、給食中に私の面談をしてくれた役員の人なんだよね。面談で復職したいけど夫が協力的じゃなくてってちょっと漏らしちゃって。え？じゃあ、アキさんの旦那だって知ってて言ったんですか？そうかもしれない。おかげで大輔が家のことも手伝ってくれるようになって、思ってたより早く復職できたしね。大輔さん、仕事じゃアキさんにかなわないし、それで家のこともしないってなったら、さすがに立場がないと思ったんですかね。辛辣だね。後輩たちの正直な意見です。後輩、怖っ。私も頑張らないとな。今まで頑張ってたんですから、家のことは大輔さん、仕事は後輩を頼ってくださいね。ありがとう。大輔さんはどうでもいいけど、アキさんとお子さんには幸せになってほしい。アキさんとお子さんのためにも、大輔さんが立派な父親になってくれることを祈っている。